フェルはベルギーの FN 社が開発した自動小銃である。アサルトライフルを意図して開発されたが、主要製品である 7.62EX51mm、ナトー弾仕様はバトルライフルとして製造・運用されることが普通だった。フェルはフランス語で軽量自動小銃を意味し、輸出向けモデルにはフェルの代わりに英訳されたライトオートマティックライフルを略した。 ラーという刻印がある。第二次世界大戦末期にナチスドイツで開発された STG-44 や STG-45 の出現後各国で従来の小銃弾より弱層の弾薬を使用することでライフルにフルオートマチック機能を付与する試みが進められた。ソ連では AK-47 を開発して配備を進めていた。対する西側諸国。 中でも、NATO 構成国はそれぞれ特徴的なライフルを独自に開発していたが、共通する特徴はそれまでのライフル弾より後継が小さく連続射撃に適する弱装弾を採用している点であった。ベルギーの大手銃器メーカーである FN 社でも、デュードネ・ジョゼフセブ、エルネスト・ベルビエラのチームにより、1947年から弱装弾を用いる。 フルオート対応の新型自動小銃開発に着手していた。しかしアメリカ合衆国は自国の M14 小銃と共に 7.62X51mm 弾を NATO 軍標準弾薬とするよう要求した。FN 社が開発していたフェルは 7.92X33mm 弾や280ブリティッシュ弾など単焦弾の使用を前提に設計が進められていたが、 7.62X51mm 弾が、ナト o 標準弾に採用されたため、これを用いる、要再設計することを余儀なくされた。結果、威力と射程距離は向上したものの、増大した反動により、フルオート射撃時の命中精度は低下してしまった。しかし、セミオート射撃での命中精度は良好であったため、後日の L1A1 のように、 フルオート射撃機能を取り去ったタイプなども生産され、様々な仕様のフェルが各国で正式化された。折りたたみ式重傷モデルや単重進化したカービンモデルも存在するが、全体的に全長が長く、市街地やジャングルでの取り回しに難点があったため、多くの国では短期間銃を合わせて装備することで、相互補完を図った。戦後、 工業近代化の過渡期に生産されたフェルは、ハンドガード、ストック、グリップなどは、当初木製であったが、後にハンドガードをスチールプレス製にしたモデルが、オーストリア、オランダ、西ドイツ向けに開発された。後期モデルでは、プラスチック部品を多用し、軽量化を図るなど、発展が見られる。ハンドガード形状の異なるモデルが、数多く存在するのも、特徴の一つで、 特にイスラエルの IMI 社製の後期型は、オリジナルのフェルより、むしろ FNC に近い。また、オーストリア製の STG58 のように2脚を標準装備したモデルも存在する。フォロ C2A1 を構えるカナダ軍兵士。2脚に木製のカバーが設けられているラー 1B とも呼ばれ、肉厚重心と2脚を追加し、 30連発マガジンを装備した分体支援書き使用フェル採用各国で少数使用されていた。プラスチック製重症を装備したフェル50.41型と木製重症を装備したフェル50.42型が存在する。このタイプではハンドガードがなく重心が剥き出しで、その代わりに2脚に木製カバーが付属するカナダの C2A1 や、 オーストラリアの L2A1 が有名。フェル50.61フェルパラと呼ばれる金属製折りたたみ式重傷装備型。リコイルスプリングの配置が変更され、固定重傷仕様では長い複合スプリングが重傷の中に設けられているのに対し、本型では短い複合スプリングがレシーバーカバー内部に収納されている。フェル十点六三蒸気のフェル十点六一をもとに、 重心長を 458mm もしくは 436mm に短縮したカービンタイプ。ベルギー軍空挺部隊の発注によって設計された。フェル50.64、フェル50.61をもとに、本体の下部をアルミニウム合金製に変更した改良型。C1 カナダは早くからフェルに着目し、世界に先駆け1955年に採用。 下記イギリスの L1A1 同様インチ設計でフルオート機能を持たない。当初、ハンドガード、ストック、グリップなどのプラスチック化を検討したが、極寒地でのトライアルの結果、耐久性に問題があり、木製を採用している。派生としてフルオート機能を搭載した海軍仕様 C1D、キャリングハンドルがプラスチック製の改良型 C1A1 や C1A1D、 軽機関銃仕用の C2A1 がある。L1A1 イギリス軍は、フルオート時の反動が、制御困難なことを理由として、フルオート連射機能を省略、泥やゴミを排出するため、ボルトキャリアにスリットを施し、66mm ライフルグレネードを重厚に装着し発射することが、可能な SLR を開発、L1A1 として採用。A、連邦諸国もこれに追随し、 オーストラリアやインドでも生産された。オーストラリアでは、カナダの C2A1 同様の L2A1 も使用した。イギリスでは、ヤードポンド法を施行していたため、インチに設計し直されている。1A インドでは、FN 社の許諾を得ずに無許可で、旧宗主国イギリスの SLR に基づいた模造銃を1962年に採用。医者ポール造兵将で生産された。 G1G1 ドイツ連邦共和国では、1955年に新設されたドイツ連邦軍の正式小銃 G1 として細部に変更を加えた FN フェルを採用した。1957年4月から1958年5月までの期間 G1 は西ドイツ政府の要求を受けた FN 社によって生産された。しかし、ベルギー政府と FN 社は、 西ドイツに FNFL のライセンスを与えれば、再び我々ベルギーが FNFL で攻撃されるかもしれないなどの理由で、西ドイツでのライセンス生産を認めなかったため、ドイツ連邦軍は早期に次の正式小銃のトライアルを開始し、G2 の試験採用を経て、G3 が採用された。ローマットローマットの分隊支援火器モデルイスラエルのイスラエルミリタリーインダストリーズが、 1955年にリーエンフィールドやカル98キロなど大戦時の小銃に代わる新たなイスラエル国防軍の主力小銃として生産したもの。また、後期型には蒸気の通り後の FNFNC と似たデザインの木製ハンドガードが採用されている。木製ハンドガードとフロントサイトガスレギュレーターとの間には 通気用の穴が多数ある、後半性バレルカバーが設けられている。後に IMI ガリルと M16 シリーズに置き換えられるまで使われた。ベクトル R1 南アフリカのレーテオンエンジニアリングワークスが SLR をライセンス生産して1961年に南アフリカ軍が正式採用していたもの。R1、R2、R3 が存在し、R1 は 通常のフェル50.00。R2 はカービンモデルのフェル50.64であり、R3 はセミオート限定の警察使用タイプである。南アフリカ軍だけではなく、イギリスから L1A1 が得られなくなったローデシア軍でも使用された。スターンゲウェア58オーストリアでは、フェルをもとに重厚にライフルグレネード射出用スリットが多数。 施されたモデルを1958年にスターンゲウェア58として採用。前期型は FN 社で生産され、後期型はステアー社で生産された。T48E1、T48 アメリカ軍の正式アサルトライフル選定のために、米国内で2000兆を限定生産したフェルに与えられた形式番号。T44 との比較試験を実施したが、 最終的に不採用となっている。M964 ブラジルの国営軍事企業であるインベル社によるフェルのコピー。1964年より生産されインベル MD 突撃銃の元となった。バリエーションとして空艇部隊向けの折りたたみストック式の A1 がある。現在はインベル IA2 に置き換えられつつある。インベル IA2 ブラジル軍は M964 を製造していた経験をもとに1992年に 5.56mm、ナトー弾とスタニヒヒマガジンを使用するインベル MD を開発採用したが、主力小銃としては不十分だと認識し2010年頃からインベル MD の近代型としてインベル IA2 の開発に取り掛かった。現在インベル IA2 はブラジル軍の主力小銃として採用されている。 細部のデザインが変更され新たに標準でピカティにレールを備えるなど改良された点は少なくないがショートストロークピストン利用方式の基幹構造や折りたたみ式ストックを備えるなどインベル MD の面影を残す部分もある FM フェルアルゼンチンの国営造兵将である FM 社がライセンス生産したものフェルはスペイン語でフーゼルアトマティコリビパーノと呼称され 製造工場の名と合わせて、FM フェルとして故障されている。フォークランド紛争にも使用され、敵対するアルゼンチンとイギリスの双方がフェルを使用し、戦闘を行っている。その後 5.56mm 弾と、NATO 標準のマガジンを使用できるようにした、ファルム P を開発した。ファルム P と IMI ガリルをベースに FAA-82 を設計した。 ラーコマーシャルモデル米国ではフェルやホロのフルオート機構を除去したモデルが輸入された。これらのモデルはフルオート改造防止のためセーフティシアがない。SAR48 ブラジルのインベル社がスプリングフィールドアーモリー社を介して米国市場に投入したセミオートモデル。ハンドガードの形状がイスラエル IMI 社製と告示し、グリップが木製。 通気口部分が金属製となっている。s a r 4 8 h b という2脚付け、ヘビーバレル仕様の派生型がある。日本では、重刀法の観点から重波と重傷を一体化した、サムホールストック仕様のスポーツモデル SAR-4800 が、狩猟用途で、所持許可されている。SA58 米国 DSA 社が生産する、カスタムモデル。G1。 STG58T48 を模したモデルや SA58 タクティカルシリーズではアッパーレシーバーにスコープ用マウントレールが標準装備され RAS が装備されているカービン SA58 エリートやさらに短くした s a 5 8オスは狙撃銃の SA58SPR などがある FN 社がフェルをブルパップ方式にしたもの 試作だけで終わった。スコープを装備したフェルを使用するクルド人民防衛隊兵士ブラジルのアマゾン軍兵士インベル MT を使用している。以上の国のほか世界70カ国以上で正式採用されている。ヨーロッパのナト o 諸国で広く採用されたフェルは、西側を代表するバトルライフルとなり、以下の戦争、紛争で使用された。その後、 主要国においては 5.56X45mm、ナトウ弾を使用する新世代のアサルトライフルに、正式兵器の地位を譲って退役したが、現在も、地域紛争などで使用されている。また、着剣装置を除き、弾装内を5発までにした、フェル、スポーツモデルが、スポーツ射撃用、もしくは狩猟用として販売されたほか、無可動実中は現在でも日本国内で入手可能。 FNFL の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。ありがとうございます。